室町文化の成立114世紀末に足利義満は将軍職を足利義持に譲った後も政務を取り続け政務を行う場所として北山殿を作ったのでこの時代の文化を北山文化と呼ぶそこに建てられた山荘からなる金閣は伝統的な神殿造りと禅宗寺院の禅宗洋を設置したものであり 北山殿は足利義満の死後、六恩寺に改められた。武家社会の上層に広まった臨済宗は、将軍足利尊氏の帰還を受けて、幕府の保護の下で栄え、臨済宗の僧の無双祖跡が天龍寺を解散した。南僧の漢字の姓に習った臨済宗の寺に格を定めて管理する五山実殺の姓も、 足利義満の時代にほぼ完成した南禅寺を五山の上に別格としておき京都五山は天龍寺、昌国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺の五寺。鎌倉五山は建長寺、円覚寺、呪福寺、上智寺、上明寺の五寺であった実刹は五山に次ぐ漢字を言い 実殺に次いで所産がありまた幕府は総禄という役職を置いて漢字を管理し住職などを任命した。